長年の経験からですね、はい、何にもやる気がしないときに気をつけなきゃいけないことがあるっていうことは知ってるんです。何にもしたくないときに気をつけること、はい、何もしないことじゃなくて、はい、じゃなくて、ええ、何にもしたくないんですけどやれることってあるんですよ。でね、そうなんですね、はい、その一つはね、うん、食べることにはすごく気をつけなきゃいけないんですよ。あ、なんかねやる気がしないときって、うん、なんていうんですか、食べない、いやだらだらと食べちゃうんですよ。え、食べちゃうんですか。そうなんですよ多分ね、うん、心の中で何かを一生懸命楽しみを探してるんじゃないかなって思うんです、私。なるほど。でね、食べることって本当は楽しいことじゃないですか、うんうん、でもこういうなんかこう何かやる気がしないなっていう時にうっかりとだらだら食べてしまうと、まずお腹が気持ち悪くなるんですよね。そしてその後に、はあ、食べ過ぎちゃったなっていう罪悪感を感じ始めて、うんうん、前よりももっともやもやした気持ちになっちゃうんですよ。あら、まあ、だからやる気がしない時には余計なものを口にしないように気をつけようと思ってるんですね、うん、難しいですねそれは、まあ、やる気があっても難しいですそれはそしてね、もう一つあるんです、気をつけることは、はい、それはですね、これね、自分の感情の中に沈んでしまわないように気をつけるんです。難しい表現ですね。そうですね、これね、あの世界のベストセラーのバイブルの中に、はい、面白い言葉があるのに気がついたんですね、でこれ詩編っていうところに書いてある言葉なんですけど、はい、こう書いてあるんです。我が魂よ、なぜお前はうなだれているのか、私のうちで思い乱れているのか、でこんな風に書いてあるんですね、うん、でこの詩編っていうところは人間が神様に向かって果たしている言葉が書かれているところなんです、はい、ですからこの人はねすっごくうなだれているわけです。うなだれてるわけですね。そうなんです、うん、元気がないんです。多分私の何もやる気がしないっていう気持ちよりももっともっと元気がない状態なんですよね、うんうん、でそんな自分を客観的に見て自分に向かって我が魂をなぜお前をうなだれているのかって、お前乱れているのかって、うん、そういうふうに話しかけてるんですよ。おでね、その後こんなふうに続くんです。神を待ち望め、私はなおも神を褒めたたえる、御顔の救いをって、うん、でねこれは神様が必ず助けてくれるからそれを待ってろっていうふうに自分に言い聞かせてるんですね。なるほど。でね、こんな風に落ち込んでる自分を見るってそれまで考えたことがなかったんですよ、うんうん、でもこの言葉を見つけてから私の心が元気を失った時に気がつくようになったんですよ、うん、あ、私の魂うなだれているってなるほどね、自覚するようになったんだ。そうだって、思い乱れているっていう風にね。なるほど。でね、元気がなくなるたびにこのどうしてお前はうなだれているのかっていう言葉が頭に響くようになったんですね、うん、あ、すごい気がつくようになりましたね、はい、そうすると。そしてね、そのうちその後の言葉ってこれすごく大事だなっていうことに気がつき始めたんですね、ね、このなんでうなだれてるんだって聞いた後にちゃんと励ましてあげなきゃいけないですね、うん、神を待ち望めって、神の救いを褒めたたえよっていう風にね、そういう言葉なんです、うんうん、これを言うとね、なんかこう暗闇とか嵐のど真ん中からちょっとね外に出てくるような気持ちになるんですね、うん、で多分まだあの体も心も重く感じているんですけれども、うん、ちょっとねその外側に立つとほっとするんですよ、うんうん、やる気がしないとか、あのなんだか落ち込んでるなっていうことはね、生きているとそんなことがあるんですけども、はい、その自分の気持ちに飲まれてしまわない秘訣、これが神の言葉ゴスペルにはあるんですよね。そうですね。今日もね、私はこの言葉に支えられて生きています。